学レチャリブレです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こう見えてモテないんですよ。うん、またまた。いや、本当にモテないの。分かって、分かってるよ。調子乗んな。そんなモテるやつだと思ってないよ。モテたい、モテたい、モテたいわ。うっせぇわみたいに言うな。あなたが思うより変態です。こっちの想像変態で超えてくるな、お前。だからモテねえんだろ、お前。なんとかしてくださいよ。僕がじゃあどうしようかな。じゃあこれから間のね、恋愛観をまずみんなに知ってもらったらどうですか。私の恋愛観。うん。じゃあ将来子供は何人欲しいの。子供は5人ですね。5人、多くない？自分の子供だけで夜更かしの会を作りたいんですよ。いや、自分の子供だけでキングオブコント2012ファイナリストのコントユニット夜更かしの会作るな、お前。コアなお笑いファンか、お前。あとカンカラでもいいですね。なんでコアな方の5人組ばっかり選ぶんだよ。超新塾さんとかプラン9さんとかいるだろう。もう話変えよう。初デートはどこ行きたいの。マキタスポーツの単独ライブ。いや、コアなお笑いファンか。マキタスポーツの単独ライブは何回目のデートでも行くな。一人でじっくり見に行けなあ。違う、映画デートとかあるじゃんか。あ、映画いいですね。映画デートいいでしょ、うん、映画デートだったら何見たいの。タイタンシネマライブ。いや、コアなお笑いファンか、お前。お女の子はブーマー&プリンプリン見てキャーとはなんないのよ。いや、長井秀和がいるから。長井秀和もキャーとはなんないの。長井秀和さんのテレビじゃない時のネタなめんなよ。攻めに攻めてるからな。あとドライブデートもいいですね。ドライブデートいいじゃない。自分のお気に入りの曲をかけてドライブするんですよ。あ、何かけるの。タブレット純音楽の時代。いや、コアなお笑いファンか。タブレット純さんのラジオ番組デート中に流すな。もうコア通り過ぎてるし、ムード歌謡ファンの可能性も出てきたからね。私の恋愛観分かりました。いや、全然分かんないよ。もういいよ。今日のネタのハイライト。いや、これトータルテンボスさんが昔ネタの終わりにやってたくだり。コアなお笑いファンか。もう終わりにしよう。どうもありがとうございました。